入社する前は本を売る書店としてのイメージが強かったです。入社して本以外にも多様な商品を扱っている会社なのだと改めて気づかされました。入社してすぐの研修で伺った図書館をひっくり返して落ちてくるものは全て紀ノ国屋書店で商品として扱っているという言葉がとても印象に残っています。お客様は必ずしも特定の書籍を探してご来店されるわけではありません。お客様の興味や関心を探りながら接客をして、それに合致する本を探し出すこと、これがこの仕事ならではの面白い部分だと思います。もともと図書館や大学などの学術機関を支える仕事がしたいと思って紀ノ国屋研究を行っていた中で、紀ノ国屋書店の外商部門に関心を持ちました。紀ノ国屋書店では外商部門だけでなく、海外事業、劇場出版、映像事業など幅広い事業を展開している点がユニークだと思い、紀ノ国屋書店に入社を決めました。何事も失敗を恐れずに行動することを大事にしています。失敗を恐れて行動しないよりも、失敗から学んで次につなげることが大事だと考えているので、日々チャレンジ精神を持って仕事に取り組んでいます。もともと本や海外旅行などが好きだったので、出版業界で海外事業にも力を入れている紀ノ国屋書店に入社を決めました。紀ノ国屋書店は約100年続く歴史ある企業ですが、店舗や紙媒体などの事業を守りつつ、電子書籍や海外事業にも力を入れる柔軟な企業だと感じます。紀ノ国屋書店では国内外に多くの店舗があることが特徴の一つだと思っています。今後は会社の海外での事業拡大に貢献していきたいので、海外店舗での経験も積みたいと考えています。支援部門で紀ノ電ライブラリエという法人向けの電子図書館サービスを担当しています。主に大学や公共図書館に対して商品提案をしたり、導入後のサポートを行ったりしています。面白い部分はいろいろな大学や公共図書館を訪問できることです。支援部署で教育機関向けの電子図書館を担当しています。お客様との打ち合わせや研修会での講演、電子図書館に関するセミナーの企画運営が主な業務です。紀ノ国屋書店では会社として扱う商品が非常に多いので、自分の担当商品を社内でアピールしていく必要があります。そのために資料を充実させたり、販促企画を考えることがやりがいを感じる部分です。現在は支援部署のライブラリーサービス部で図書館の業務委託運営に携わっています。採用や労務管理、業務提案、見積もり作成、契約書作成等を行っています。大学職員の方から図書館の利用者アンケートが好評だとお知らせいただくときや、チームの頑張りが認められたときに、学術研究の発展に貢献できていることを実感でき、やりがいを感じます。子どもの頃からたくさんの本に囲まれて育った影響で、自然と本を読むようになり、書店で働きたいと思うようになりました。現在は山口県の夢タウン下松店で人文書、社会科学書などを担当しています。最近は SNS を使った本の紹介に力を入れており、自分の投稿した記事が話題になって本が売れ始めた時は、出版業界を担う一員だと実感する瞬間です。ニューヨーク本店で店長代理をしています。ニューヨーク本店の売り場やスタッフのマネジメントやギフト商品の発注、それからレジでのお客様対応を行っています。海外勤務ならではの難しさは現地の人とのコミュニケーションです。言葉もそうですが、その国ならではの常識、文化なんかもお客様とスタッフやコミュニケーションを取る上で国内よりも難しくなります。海外勤務ならではの楽しいところは、日本の書店では考えられないような店作りができることです。仕事内容は主に和書の発注と売上管理をしています。韓国店では対象英語の本、そして和書を販売しているんですけれども、その中で私は和書マネージャーとしてお客様に喜んでいただける売り場作りをしています。やりがいを感じるときは、自分の発想や提案で売り場や売上に貢献できたときです。